どうもドライトです。今回は10連福引きを使ってたまりにたまった福引き券を消化していきます。たまった福引き券の枚数はこちら。福引き券が1037枚、補助券が9枚あります。10連福引きでやるとどのくらい時間かかるか、そして何等がどのくらい出るかも検証していきます。それでは VTR ナスタート。さあ始まりました、福引きナス製の福引き万歳。でも釣り吉ナス製みたいにはいきません。おっと、いきなり出ましたはぐれメタルのコイン。メタスラムコインも出ました。やりました。この動画はただひたすら10連福引きをする動画です。さあ一体どれぐらい3等以上が出るかも調べたいですね。調べてみますんで、はい、よろしくお願いします。おっと、いいね。出た、いきなり出た。3等、違う、2等だ。うわ、やった、3悪魔じゃん、ラッキー。やりました。2等目で、2回目で出ましたよ。おっしゃ、出ました、福引き、スペシャル福引き券です。やりました、よかったです。でフレンドの情報はなんてフレンドの情報は出さないようにしましたんで、はい。まあまあかな。メタスラコイン出ますね。まあまあかな。やっぱね、いきなり出たとはびっくりしました。いや、ラッキー、3悪魔出ましたよ。やったね、ハグメタコイン。よっしゃー、結構いいな、幸先いいスタートです。やりました。どうでしょうか、次。うわー、いいの出てほしいな。何が出るかな。また出た。また2等。やっと、はぐめたコインまで出た。すげえ、今日すげえな。うわー、マジか。ですね、もうあれですね、3等出るエンゼルスライムはもうだんだんどんどんカットしていきます。だんだんじゃない、どん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 カットしていきますんで、はい。まあいいの出ないな、やっぱこの辺からだんだんこう下がっていくような感じするな。来ました、よっしゃ。一応メタスラも欲しいかな、個人的には。もうほとんどレベル85ですけどね。まあ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 、チームクエストの時に使えるんでどんどん欲しいですね。すっげえ緑、すげえよ。そんなにいらないですよ、魔法の小瓶出すぎですね。そうですね、今回魔法の小瓶が何個出るかっていうのもちょっと調べてみたいですね。今1000枚以上あるんで、それで魔法の小瓶がどれぐらい出るか数字にしてみたいと思います。うわー、これどうやろ。うわー、すっげー出すぎ、白が。どれが変わるんかな。1個だけしか変わらなかった。うわー、今回ダメだな。やっぱ最初の出すぎですね。はい、出ました、結果出ました。100回目分ですね。100回分の福引きの結果はこのようになりました。ちょっと待って、2個出た。1等3等2個出た。1等3等1個ずつ。すげえ。こんなんあるの。マジで、キラーマジンガグラスココイン。4枚4枚手に入るってことだよね。どんな感じなのやろ。今回初めてやりました。4パック4枚だ。で1枚ずつやから、そういうことか、1枚ずつか。で1枚ずつで2枚か、同時に2枚ずつ郵便されるのかな。どうなんやろね。どうなんやろじゃないし、知ってますけど実際。郵便に届くとき、フレンドに郵便届くに、1枚ずつじゃなくて1枚で2個届くようになってますんで、はい。出んかった、珍しい。出んかったよ、踊る宝石が。珍しいな。こんなこともあるんやね、やっぱり。すげえ、出た出た。あれが珍しいんだ。へえ、すげえな。
や200回やった時にすごいんじゃない、3頭以上が。あ、出るかもしれない、今回特等出るかもしれない。あ、怖え、やばいぞこれ、出るんじゃね。さあ行きましょうか、どんどん。小瓶が出るね。やっぱ小瓶出るわ、出すぎっていうぐらい出るんですけど。どうでしょうか。あー、やっぱもうだんだんあれかな、だんだんこう小さくなってきましたね、だんだんこうなんていうの、だるくなってきますよ、だるい時間が始まりますよ今から。わー、だるい、あー、だるい時間だ。あー、結構青が出ますね、魔法の性質がちょっと出やすくなったかな。さあ出るかないの。おお、はぐめたコイン、あー来ました、嬉しいね。お、2個出ちゃったよ。わー嬉しい、いや、やっぱり嬉しいですね、はぐめたコイン2枚出るっていうのは、なかなかね手に入りにくいアイテムですから。おお、メタスラムジだ、おー珍しい、白がない。おー来ました。来ましたって言うけど、あ、結果来ましたよ、右が合計で左があの100回分の合計ですね。で今回を合計見ると、あ、200回で3頭以上が4つ出てる、わー結構いいな今回、いや結構いい結果ですね、これはいいかもしれない。あ、はぐめたコイン、ハローハロー、はぐめたコイン、いや嬉しいね、初めてここに出るの。おーし、結構いい、調子いいぞ、前半調子いいよ。あ、出た3頭、お、嬉しい。あ、進化する、あーだそっちか、いやー進化して特等欲しいな。ありました、グラコスコイン、おー嬉しい、はいカットします。カットして次は、おー中だるみの時期が来ましたよ。お、メタスラコインか、まあまあまあ、マイホーかな、マイホーやね。うん、さあどうでしょうか、出るかないの。あ、またハグメタ、結構ハグメタの率高いな、すっげえハグメタ率高え。マジか、けえな。さあどうでしょうか。お、お、どうかな。うーん、紫、ナス色が来ました。ゴールドストーン、まあ、ゴールドストーンもいいですよね。100,000ゴールドで売れるからね。うん、あれはいいですね。さあどんどん行きましょうか。わあ、緑ばかり、緑だらけや。あ、紫、あ、結構なんかゴールドストーンがいっぱい出ますね今回、この回は。201回から300回の間はどれぐらいいいのが出るでしょうか。おー、おー、すげえ、ゴールドストーンめっちゃ出る、すげえな、うおうおーしか言ってねー、もうちょっとね、もう中だるみ来るかな、そろそろ。おー、メタスラコイン2枚、いやーいいねいいね、いい調子かもしんない。うわー、すげえ。さあどうでしょうか。うーん緑、あ、出んかった、うわー珍しい、逆に出ないのが珍しいですね。はい出ました、300回分ですね。おお、わーすごいな、やっぱすげえな、魔法の小瓶112個出たの今までで。300回大体3分の1か、3回に1回は出る感じですね。ちょっとそれよりちょっと多いぐらいか、でもすげえ出る。わっと、来ましたよ2頭、うわ嬉しいな、三赤コインいいね。まだね作ってないんですよね、なんだっけそうさ、そうされちゃね、なんだっけ忘れちゃった。まあいいや、
アクセサリー、まあ、全然取ってないんで欲しい頃ですね、そろそろ。今3枚ゲットしたかな、合計で。いや、いいなあ。中だるみ来ないかもしんねえ。うわ、前半いい調子。まだめちゃめちゃあるよ。あはは、これは悲しいよ。マジで？ああ、よかったよかった。よかったよかった。まあいいんですけど、そう、どうしようかね。何が出るかな？ハグメタ来ねえ。何この色。うわ、微妙。ああ、微妙来ちゃった。うわ、魔法の聖水か。まあ、いっぱいあるけど、まあ欲しいよね。うん。お、わーっとかな。うわ、すげえ。聖水フィーバー来ました？まさかの聖水フィーバー？やべえ、聖水めっちゃ出るな。おー、来た来た来た。ゴールドストーン。はい、聖水。はい、聖水。さあ、福引き、10連福引き。まだまだ続いております。中だるみの時期は、あ、来たかな、そろそろ。そろそろ来るかな、中だるみが。この回は魔法の聖水だね。魔法の聖水フィーバーでございます。いやー、これ、早く終わるね。意外と。ああ、コビンも多いね、やっぱり。コビン出すぎっていうか出るんですけど。さあ、どんどん行きましょうか。マジで。何これ。やばい。来たよ、中だるみ。中だるみの回ですよ。あ、来ました。400回目の結果ですね。2等が1個か。あ、とうとう出なくなりましたよ、ハグメタ。あー、マジかー。これはいいですね。なかなか、ちょっと魔法のコビンが出すぎっていうぐらい出てますね。いや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 。お、どうかな。わあ、ゴールドストーン、ゴールドストーンフィーバー来る。そんなに金は欲しい。うん、もうちょっと今残り600枚か。結構減ったの、短時間で。まだ10分ぐらいしか経ってないよね。早いな。うわ、すげえ。以前よりめちゃめちゃ早い。すごいね。やっぱ10連吹雪最高やね。今までより最高ですね。うわぁ、何これ。めっちゃ出てるんですけど。あ、めっちゃ来た。すげえ緑が。半端ねえな、魔法の小瓶。いらないよ、そんなに。スペシャル福引やったらもう1000個ぐらいいっちゃうよ。やべえな、これ。うおー、魔法の小瓶出すぎっていうぐらいで、ゴールドストーンもいっぱい出る。ふはは。マジか。お、どうかな。さあ。あー、微妙。いや、これで3頭出てほしいな。あ、出なくなったよ、3頭以上。やばいな。そうそう、出るかな。これは、どうだ。やばい。来たよ。平坦な道が来ました。あ、やばい、福引き。福引き。福引き、福引き。お、どうだ。あ、いや、いいよ、ゴールドストーン。うん、ありがとう。ありがとうね。あとで売るからね、たくさん。全部売ります。あー、メタスラももういいんですけどね。まあ、嬉しいけど、そんなにいらないっていうね。そう、相方にね、相方に踊る宝石持ってきたけど、ダメだな。メガネが悪いんかな。メガネ悪いかな、やっぱり。あ、来た、ました、500回分。あ、やっぱ出なかったんだ、3頭以上。うわー、これちょっときついな。うわ、4頭以上も出てないな。うわー、これって8頭45個出てんの。
出すぎでしょマジかよ、どんだけ出てんだよ。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は僕の顔をクリック、携帯スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。それではまたよろしくお願いします。